コップラーは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名のコブラーは、一般的には、ゴンズイカを中心に、雑多な種の総称である。アメリカ公文書では、カナダの旧ニューサウスウェールズ地方に生息する、カダヤシメの一種の通称を由来とみなしている。一般的なコップーラーコブラーは、1944年4月3日に、コネチカット州グロトンの、 エレクトリック・ボート社で寄港した。1945年4月1日に、J.B. ラター夫人によって、命名、浸水し、1945年8月8日に、艦長、J.B. グラディチューの指揮下収益する。コップラーは1946年1月11日に、キーウェストに到着、訓練び、カリブ海での演習を1948年11月27日まで、 行うその後コネチカット州グロトンへ向かい、12月1日に到着、グッピースリー回収が行われる。回収作業は1949年8月17日に完了した。コップラーは8月24日にグロトンを出港し、母港のノーォークに向かう。ノーォークには8月27日到着した。コップラーはフロリダ及びカリブ海海域で作戦活動に従事し、 東海岸を巡航、1953年9月10日から14日まで、ケベックを訪れ、9月19日に、ノーフォークに帰還した。1954年3月37日、コップラーは、ノーフォークを出港し、作戦開発部隊の過3週間の作戦活動に従事、カナダ海軍及び空軍部隊と共に、バミューダからノバスコシアまで巡航した。カリブ海及び、 東海岸での作戦活動は1958年1月6日まで続けられた。その後、コップラーは地中海での任務に派遣され、4月18日に帰還した。帰国すると沿岸での作戦活動を再開し、1958年6月にはバミューダを巡航、1959年7月には海軍兵が構成を乗せ、ケベックを訪れた。 1959年9月9日から1960年を通じてコップラーは大西洋艦隊大戦開発部隊に配属された。コップラーはコーポラルと共に相互防衛援助計画の元1973年トルコ海軍に対応された。両艦は1973年3月21日にトルコに引き渡された。コップラーはチャナッカレと改名された。 コップラーは1973年11月21日に正式に退役、除籍し売却された。1974年1月15日にトルコに到着し、2月12日に収益する。チャナッカレは1998年に退役した。ありがとうございます。